どうもよぴこと伊藤です。今日はですね、ラジオ配信と音声コンテンツの違いについて少しお話しようと思います。実際ですね、ラジオ配信と音声コンテンツ、どちらも音声を配信すると、音声で伝えるということには変わりないんですが、まあ微妙にね、私の中で違いがあって、まあこれは何て言ったらいいんですかね、どっちかというと、まあ、立ち位置的な問題なので、まあ人それぞれ考え方は違うと思うんですが、私なりのね、考え方について少しお話ししようと思います。実際ですね、音声ラジオの場合、まあコンテンツというよりかは、どちらかというと、ゆるいテーマで配信するようにしています。で、一方で、音声コンテンツについては、明確なテーマを掲げて、それについて考察していく。まあコンテンツとして提供していくと。いう違いを自分の中で設けて配信してます。なので今ね、配信しているのは題名のないトークと、そういったね名前をつけてますけど、それもねどちらかというとやっぱ緩いテーマで、まあのんびりとね、配信できればという形です。まあコンテンツだと誰かの役に立ったりとか、気づきだけじゃなく役に立つような内容をお伝えするのが、まあ目的にはしていて、まあこういったラジオだとね、普段気づいたことや感じたことなどシェアできればと思って話しています。例えば、今回のタイトルで言うと、ラジオ配信と音声コンテンツの違いについてということで話してますけど、これだと音声コンテンツの場合、これこれの違いがあります。だから、ラジオはこうこうで、コンテンツはこうこうです。といったね、段階を踏んで説明して論理的に話すことがね、理解につながると思いますし、あとは音声コンテンツの良さ、メリットなんかを多分話していると思うんですよね。どうなんですかね。まあラジオはラジオ、音声コンテンツは音声コンテンツ、まあ YouTube は YouTube という形で結構使い分けて話してたり、まあ提供することも多いんですけど、日頃インターネット上で仕事をしているとどっかで息抜きをしたくなったりとかするときもやっぱ多少なりともあるわけですよ。まあこんなねあるわけですよっていうね話なんかもなかなか普段はこんな話もねゆるく話すことってなかなかできないので、まあどっちかとおしゃべり近いですかね。お互いがリラックスして聞けたり、日々の何かちょっとした気づきや共感を共有できたり、まあそういうことでねあれば楽しいかなと。だからその辺はまあ緩くやっていくのがいいんじゃないかなと。まあラジオはラジオの良さがあって、まあ緩い雰囲気だったり、あとは考えながら話すことが私の場合は好きなんですよね。どうしてもね、台本ガチガチにやってしまうと、もうコンテンツ寄りになってしまうということがあるので、一つぐらい。ゆるくテーマを決めて、それについてのんびりと話していく。これくらいね、ゆるい気持ちで取り組んだ方が長く続けていくことができますので、まああまり肩の力を入れずに楽しみながらやっていきたいと思います。実際ね、どんなことをやりたいんだろうって思った時に、YouTube ライブなんか、いいかなと思ったりするんですけどね。 YouTube ライブは YouTube ライブでまた別の大変さがあったり面倒なことだったりとか、やはり楽しめるのが一番ですから、例えばご飯を食べながらの配信っていうのも面白いかもしれないですし、まあ実はねそれをね、私はその YouTube ライブでご飯を食べるだけのライブっていうのをたまにやったりしてるんですけど、普通のねおっさんがね画面越しに食事をしててそれを見るだけっていうね、とてつもないやばい、配信をたまにしてるんですが、それはそれでねなんか面白いんじゃないかなと、思ってやってます。それはまあプライベートというか、まあ趣味の一環ですし、まあ仕事は仕事でねきっちり伝えたいこととか話したいことは話しますし、まあそこはねうまく使い分けてガス抜きをしていかないとね疲れちゃうということもありますので、まあ人それぞれね楽しみ方っていうのを見出しつつやっていくのがいいんじゃないでしょうか。ということで今日はラジオ配信と音
音声コンテンツの違いについて少しお話ししました。まあこれはね、実際人それぞれ考え方や価値観というものもやはり多少なりとも違うと思うので、まあ、あなたなりのね楽しさを見つけて配信していくっていうのがいいんじゃないでしょうか。ということで、またお会いしましょう。さよなら。